こんにちは、知性です。今日はですね、日本人の戦い方、日本人がどうやってこれから、世界に生き残っていくかということを考えていきたいと思うんですね。私はまあ武術、兵法をやってるんで、相手とこう対峙した時に、その相手の急所とか、まあ陰陽ですね、実になったところと距離になったところをこう把握して相手の力をこう封じるという、そういうようなことをやってるんですね。最初のうちはまあ打ってきたやつをパッと避けてパッと返したりとかってやりますけど、打とうとした時に実になったエネルギーがあるんですけど、そこにふっと距の方にふっとこう意識を持っていくと相手の動きが止まったりとかね。あとはまあ闘争というのは左脳なんですが、それを瞬間的に脳の働きをパッとこう中央に戻していったりすると闘争心がなくなるとか、まあ、そういう武術の技をやっているんですけど、日本がまあ世界にこれから生き残って、まあ、戦うわけではないですけど、やはりこうのんびりしているとやられてしまうし、まあ、韓国とか中国とか、まあ、積極的な民族に対して日本人はおとなしいですからね。どうやって経済的にも発展していくかっていうこと、今日本のこの経済成長っていうのはね、アジアに比べるとすごく低いというふうに言われているんですけど、日本がどういう形で生きていけばいいか、今までどうやってこう生き残ってきたのかっていうことも含めてね、考えていきたいなと思っているんです。スズメバチが日本ミツバチの巣の中に入ってくる、3匹入ってくると全滅すると言われているんですね。ですから1匹の段階でスズメバチをミツバチがやっつけなきゃいけないんです。私も伊豆に住んでる頃にですね、スズメバチがですね、ベランダのある、ガラス窓にねくっついていて、もうパッと、おスズメバチだと思って、見たらですね、もう本当にこういう小指の先ぐらいの大きさで黒光りしていてね、弾丸みたいで、わあこれは刺されたら死ぬなとか思いましたね。でふっとよく見るとですね、家の外にいるんじゃなくて家の中にいたんですね。でこれはまずいと思って窓をバーッと開けてですね、ドアを閉めて、もう家族に入ってくるなって言って、でまあしばらくしてからですね、こうわーっとこうドアを開けてですね、本当にもうこう、もう戦いモードでこう入ってきましたけどね、まあ、幸い逃げていましたけど、あれにやられたらとか本当に思いましたね。もう1匹どころか3匹4匹飛んでいてね、刺されたらもうえらいことだろうなと思いましたけど、日本ミツバチも同じでですね、そのスズメバチに対して侵入したものをこう阻止しなきゃいけない。でその時に1対1だったら絶対かなわないので、もう数十匹でオオスズメバチをこう食らいつくわけですね。本当に人の波がわーっとこうかかるようにスズメバチもに対してミツバチがわーっとこう集まっていくわけです。ミツバチはですね、巣を温めるためにこう羽を動かして巣を温めるんです。その戦法でスズメバチをまあやっつけるわけですね。みんなで羽を動かしていくんですが、 47.2 度まで温度を上げるんです。そしてまあ焼き殺すというかね、熱でやっつけてしまうわけですね。この戦法というのはですね、非常に日本的だなと思うんですね。武術において、まあ武術とスポーツの違いって何回もここの講座でよく話してますけど、西洋の、トレーニング方法っていうのは、部分をこう鍛えていくわけですね。まあ例えばここが鍛えたら次はここを鍛えてって、まあ足し算をしていくわけです。で、東洋の鍛え方、まあ中国拳法とか日本の武術というのは、全体を鍛えていくわけですね。まあ、これは私は筋と呼んでるんですけど、筋のつながりを良くしていく。ですから、筋のつながりを良くしながら、少しずつ、バランスよく筋肉を増やしていったりとか、していくのがまあ日本的な動きなんですけど、まあ、西洋の方はどちらかというと、個別に足していって鍛えていくっていうことで、まあ、最終的には同じ方向を目指したわけですね。調和が取れて、まあ、そのパーツが、働きがいいっていう動きを求めてるんですけど、アプローチの仕方が違うんです。で、これがもうまさに、会社経営なんかにね、同じことをやってたんだなと思ってですね。まあ、西洋の方は、
個人をこう鍛えていくわけです。で、全体としてレベルアップしていこうという考え方です。日本的な経営ってどちらかというと、全体を鍛えていく。余分なことをするなっていうような発想ありますね。あれは、一つの筋肉だけがこう異常に発達するとバランスが取れないよっていうような意味合いで言っていたわけで、あれがまだ少しですね、日本的な経営がこう目立つなとか、その人と違うことするなとかっていうような方向になってしまって、逆にこう力が出ないような負の輪の形になっちゃったんですね。本来の輪ってどういうことなんだろうと、オーケストラとお囃子というのがあります。オーケストラというのはですね、まあそれぞれの演奏家が技を磨いてですね、指揮者が指揮をしながら全体をまとめていく、これがオーケストラの手法ですね。お囃子はどうかっていうとですね、これすっごい面白いですが、まあ小包、大包、太鼓、笛、その人たちが集まってですね、演奏するんですけど、誰が指揮者か、誰がリーダーか、これはですね、私も聞いてなるほどとか思ったんですが、その日一番調子のいい人がリーダーになるんです。みんながこう演奏してる時に、あ、この人が今日調子いいなって分かるわけですね。でその人の誘導に乗っていくわけです。そういうパフォーマンスの相方なんですね。まあ、余分に音を鳴らすなとか、余分に、演奏を目立つだとかっていう、そういうことではないわけです。それぞれのテクニックがあって演奏技術があるんですけれども、その日一番気が乗る、その人にこうわーっとこうついていくわけですね。これぞまさに日本的な、グループワークだなと思ったんですね。サッカーのワールドカップ2010年のカルメン戦、あの時私はサッカーの試合を見ていて、なるほどと思いました。国歌斉唱の時に肩を組みたいと監督に申し出るんです。それまでもうバラバラに国歌斉唱してたんですね。一人の人はこうやってやってたりとか、一人の人はこうやってやってたりとか、バラバラだったんですけど、肩を組みたい、みんなでこう肩を組んだ。そうするとですね、チームワークが一気に上がったんです。で快進撃を続けていくんですね。あれは本当にですね、日本的な一つの戦法だなと思ってですね、個人でやるとどうしても向こうの体力テクニックに勝てないんですけれど、グループワークでやっていくと強くなる。でそのためにはですね、やはりこうみんなの気を合わせる、肩を組むって たったそれだけのささやかなことなんですが、もうまるっきし流れが変わってしまって、どんどん快進撃をしていった。日本の戦法というのはやはり和で攻めていく、そしてその時に一番気が乗る、一番勢いがある人に皆がついていくっていう、そういうやり方が日本の戦い方だと思うんですね。ホンダという会社があります。ホンダ総一郎、ホンダでは年に1回コンテストをやっていた。社員がいろんなアイデアを出して、それを、ホンダ総一郎や幹部が見てコンテストするわけですね。その時に本田宗一郎はみんなに何て葉っぱをかけていたと思いますか？無駄なものを作れる。これ、いいかよ。役に立つものを作ってこいよって言うと、みんな発想が止まってしまいますよね。違うんですね。無駄なものを作れ。で、その無駄なものを作れっていう言葉を聞いて、それこそ思考が解放されていくわけです。よし、こんな面白いものを作ろうと。無駄と言われてもいいと。こんな面白いものを作ろう。で、コンテストでこういろいろ出した。まあ、例えば、こういう水の水球みたいなところの中に人が入って、こう、歩くと走るとかね。それは今もう商品化されてるわけですね。一見、こう、無駄なものを作れと言われて、一見無駄なように見えてもですね、それが新たな発想につながっていくんです。もうこれも本当に大事だなと思うんですね。今はどちらかというと合理主義で役に立つものを作れと、合理的ではないとかっていうことで思考を制限してしまう。ところが無駄なものを作ってもいいよと、何やってもいいよと、自由にやりなさいって言われるとですね、もうどんどんアイデアが浮かんでくるわけですね。日本が今まで快進撃を続けてきた背景の中には、こういうホンダの
総一郎のような経営者の思考というか考え方がですね、発想が非常に大きな役割をしていたんではないかなと思います。日本はもともと職人の国です。個々が自分の技術を磨いていく、そしてそれが全体として和していくっていうのは日本の経営スタイル、今はどちらかというと合理的役に立つものというものが主体となって、そしてピラミッド型の支持体系の中で動くという形になっています。これではなかなか力が発揮できない、自由な意見が言えない、新しい発想が浮かばないということにつながると思うんですね。例えば四書五行とかっていう学問が小学校の時からみんなやってたわけですね。昔はあんなの読んでも分かんないですよね。分かんないんだけれども読まされて覚えていくわけです。ところが15、6ぐらいに何か経験すると、あ、その習っていたことと結びつくわけですね。今どちらかというとですね、その小学校1年生そんなこと教えても無駄だっていう、もっと大きくなってからにしろっていうような話になっていくんですけど、そういうものではないんですね。その年々にこう合わせていくってことではなく、良いものを最初に与える、それが非常に大事だと思うんですね。それがいつかこう花が咲いてくるということにつながってくる。昔の人たちが寺子屋の中でやっていた教育方法、今振り返ってみるとですね、非常に一見合理的には見えないけれども、長いスパンで考えると非常に合理的に作られていたんではないかなと思うんですね。スポーツにおいても、表現は良くないかもしれないですけど、西洋の人たちはゴリラです。もう特にアメリカ人とかね、でかい。で、日本はどちらかというとチンパンジーですよね。で、ゴリラのメソッドをいくらチンパンジーがやっても、これ勝てるわけないんですよね。私たちの中にあるもともと、例えば武術的な体の鍛え方とか、そういったものをですね、やっていくことが一番自分たちの力を発揮しやすいんではないかなと思うんですね。この間来ていた60代後半ぐらいの男の人が痩せてですね、お尻がプリプリしてるんですね。で、何やってるんですかって聞くと、最近ですね、正座をするようになったと。階段を上り下りを積極的にやってる。そうすると体が締まってきて、お尻がこう弾力が出てくる。お尻が弾力が出るってことは、勢力がついてくるってことなんです。勢力がつくってことは、積極的にこう働けるってことにつながるんですね。ああ、そうだよなとか思いました。そのただ本当にこう昔の生活、正座をしたり尊敬したり、お布団の上げ下げをしたりとか、ああいうことがもう自然に鍛錬になっていって、足腰を作っていた。ぜひですね、もう一度ですね、今西洋の流れの中でですね、もうトレーニング方法も経営も全部こう変わってきてしまってるんですけど、見直してみるということが、そろそろ必要な時期に来てるんじゃないかなと思うんですね。でないと、日本の経営がですね、経済がですね、これから世界にこう発展していくことが、ちょっと絶望的になっていくんじゃないかな。向こうの人たちと同じことをしてても全然こう、やっぱり勝てないですよね。やはり職人的な技術的な商品の鮮度の高さ、そして日本的な和の経営っていうものがあって、今までこう日本の経済が上がってきたと思うんで、ぜひ日本人がですね、武術的な経営、日本的、日本人力的な経営、日本人的な、まあ、チームワークでスポーツをするとか、そういうようなものにこう見直していくことで、日本人が世界の中で前進していくんではないかなと思います。それでは失礼します。一人一人の体が変われば日本が変わる。日本人大学。